どうも皆さん、針金です。今日の動画はタンククリーナーの中でも特に2次元回転タイプについてのお話です。動画としては2次元回転タイプの詳細のお話になりますので、その他のタイプ2種類他にもあるんですけれども、そのタイプについてやタンク壁面の汚れに合わせたそのタイプの選び方が知りたいという場合には、以前にそういった内容で動画を公開しておりますので、そちらをご覧ください。さて、本題に入る前に軽く復習をすると、2次元回転タイプというのはさっと洗い流せることができるような汚れに向いているタンククリーナーでした。構造としてはノズルの軸に対して回転体という部品が横にぐるっと一周することで回転洗浄するというものでした。2次元回転タイプは SR シリーズと ES シリーズという形状のよく似た2種類があるんですけれども、今回はその2種類がどういったような使い分けをされるのかというところを、タンクの形状や使用環境を具体例を挙げながら説明していきたいと思います。今回は4つのポイントを用いて説明しますので、まずはその4つのポイントでそれぞれがどうなのかご覧ください。まずはタンククリーナーの噴霧の向きについてです。こちらの容器をタンクに見立てて説明をしたいと思います。通常はタンクの上部からタンククリーナーを入れていただいて洗浄するかと思うんですけれども、例えばタンククリーナーを横からしか入れることができないとか、タンク洗浄した後の排水を排出する場所が1箇所しかないということで、上下逆さまにして洗浄する必要があるといった場合です。こうした状況で使えるのが ES シリーズです。 ES シリーズは360度どの向きであっても噴霧が安定しているというのが特徴です。反対に SR シリーズは下向きでしか使うことができないんです。それでは ES シリーズの下向き以外、角度を変えたものですね、何種類か撮影していますので、そちらの動画ご覧ください。2つ目にノズルのバリエーションについてです。ここでもよくある例というのが、タンクの一部分だけを洗浄したい、例えば天板がないタンクで下半分だけを洗浄したいとか、逆に上半分だけを洗浄したいという場合、それからタンクの洗浄に使う液ですねが水ではない何か特殊な液で金属製品が使えないというような場合もあります。こういったような例でも ES シリーズは活躍します。ES シリーズは例えば360度全面を洗うタイプだけではなくて、上半分だけを洗うことができるとか、下半分だけを洗うことができるというようなものもありますし、 PTFE 製のものもあるので、そういったバリエーションに優れていて、目的用途に合わせた使用が可能です。反対に SR シリーズは金属製360度全面を洗うタイプの1種類です。3つ目が洗浄力の比較です。ここでは SR シリーズが活躍します。 SR シリーズ、ES シリーズどちらも回転体という部品がくるくる回る仕組みなんですけれども、違うのはその回転体の回転する速度です。 SR シリーズの方が ES シリーズに比べて回転がゆっくりと回ります。この回転体がゆっくりと回る方がタンク壁面に対して水流がじっくりと当たるので洗浄力が高いということになります。したがって SR シリーズの方が洗浄力が強いと言えます。少しでも洗浄力を上げたいという場合は、ぜひ SR シリーズをお使いください。こちらについてはそれぞれの回転の違いの様子を撮影していますので、合わせてご覧ください。最後に耐熱性ですが、タンク内部が高温になる場合のお話です。SR シリーズは構成する部品が全て金属でできていますので、高温の環境下でも耐えることができます。一方で ES シリーズは金属製のものでも樹脂部品を含んでいるので、高温下ではその樹脂部品が膨張してしまって回転不良につながる恐れがあります。ここまでで2種類のタンククリーナー SR シリーズと ES シリーズの比較を行ってきました。まとめると、水を使用していてタンク上部からノズルを差し込むことができる場合は、少しでも洗浄力を高めるという点で SR シリーズが適しているんですけれども、その他は用途や目的によって ES シリーズが適している場合もあるということになります。その他、2次元回転タイプに対する注意点としては1つあって、この SR シリーズ ES シリーズどちらも回転体の部分にゴミや異物が入ってしまうと回転不良を起こしたり回転が止まったりしてしまうんですね。なので、このどちらのノズルもお使いいただく際には、ノズル手前に必ずストレーナーを設けることを忘れないようにしてください。はい、ということで本日の動画も以上です。この動画が良かったという方は高評価、それからこれからもスプレーノズルに関する役に立つ情報をたくさんお届けしたいと思いますので、是非チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは。